はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。アンドルザ・スガワです。デッドバイデイライトクラウン PTB 使ってきます。さあ、今回ね、新しく変わった異形の祭壇。これが、名前が変わってね。あ、いるね。おい、なんかたくさんいるぞ。誰を狙えばいいの？ほい。お伏せだ。はい。悶絶のフックになったんですよね。で、悶絶のフックに釣って、24メートル離れると、進行度が 20% 速くなるっていう。これ、ちょっと出れんの？見えない見えない。ほい。そう、20% 速くなるから、デッドハード？オッケー？ほい。まあ、フックから離れると、かなりいいってことなんだけど、うわ、ないな。はい、まあいいでしょう、まあ、結局ね、でもあんまフックから離れることはあんま得策じゃないからね、このゲームね。そもそもが。お、着きました。はい、さあ、そして発電機蹴るだけで即座に 2.5% 下がるようになったから、はい、オッケー、よし、シュン、ほい。で、殴られた後の負傷ブーストもあんまり距離離せなくなったから、シュッ、あー、そっち行くならいいか。よし、オッケー、異形の祭壇あるね。お、いいよいいよいいよ。今回重傷瓶ついてるんで、これで煙吸った後殴れば、ほい、まあこれは今普通に殴ったけどね、治療手離すと勝手に下がっていくようになるんで、ほい、よし、 OK。 そしてあるね、異形の祭壇で、殴り硬直がそもそも短くなってるから、さらにお楽しみを加えれば相当逃げらんない。クラウンからは逃げられない。ほい。かなり強キラーになるんじゃない？クラウン。相対的にね。お、来た。そして天秤。これで、またお伏せなんだよな。いっか。ほい。ほい。これで、よいしょ。モレルがいなかったから、もしかして下いる？いないか。よし。で、今回ノックアウトつけてきたんで、ほい、ダウンさせた後15秒間、這いずりが遅くなるっていう。2分の1の速さになる。なんで結構這いずり放置いいんですけど、まあまあ、うん、オッケーオッケー、どうも、おい。さ、これで、はい、もう追いつきますからね。よいしょ。はい、かなりこれはサバイバーきついんじゃないでしょうか。ほい。じゃあちょっと、祭壇を生かすために。オッケー。まあ、今のは、今のメグは生かせてないけど、ちょっとこっちのメグは、ちょっと生かしたいね。ほい。まあ、第三の封印とか、加えてね、生かすこともできるけど、まあ、慣れてるサバイバーには、引っかかんないでしょうね。さあ、どこかな？ん？あれやってる？やってないか。ほいほい。あ、やっぱ早いですね、ヘリがね。ほい。オッケー。さ、やっぱ早く助けに行かなきゃっていう状況になりますから。ほいほい。
さあその場回復、そしてお楽しみが7トークン、早いよ。これは右側から大回りか、意外と近くにいた。うんうんうん、お、どうも。お、これは発電機、ちょっと守りたいですね。お、お、やっとるやんけ。ほい、オッケー。さあ1秒待つ。オッケー、ほい、わしからは逃げられん。ほい、たしゅと均等釣りだな。ほい、ちょっとこことあの発電機、あ、触りに行ってる。ほい、まあ蹴るメリットが増えたからね、すぐ 2.5% 下がるから。お、合流された。ちょっと負傷まいて、さあ救助、救助、左に1人。ってことはこれ上か。うん、上よな、これ多分ね。あ、やべ、いた。ほい、それ吸わないの。ここ OK、 ただ板まで間に合うか。間に合わない。よし、セッツエンドダンス。ほい、さあじゃあ、お、おお、いいね。よし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 、君じゃない、あ、あんただ、溶岩のあんた。ほい、このままゴリゴリゴリ追っていく。ちょっと発電機見に行こう。よし、こっちに4つ固まってるから、これはもうほったらかしでいいと思うんですよね。ハロー、飛び降りる。んで、はい、モレルは救助行かざるを得ん。ヘル、リロード、オッケー、はい、どうも。あ、うめえ。え、これは何、これ、どっち、出は、それとも救急キット。あ、ご利用してない？ご利用しモレルしてない？してますね。オーケー。いや、かなり強いですよ。殴った後の2便でも追いつくからな。いや、マジで。マジで強いと思うな。はい、オッケー。よいしょ。いや、増え、でも結構どのキラーも強くなったから、まあクラウンたくさん見るようになるかもしれないね。うん、逆にあんま恩恵受けてないキラーっていいのかな。よし、さあ最後の一人はここら辺で寝かしつけたと思うんだけど、先もうほんと寝かしつけと同時に寝ちゃうから、ってか俺よりなんなら先
寝ちゃう時あるから俺が。これはもう見つからんかもな。あ、いた！ここか。よし。まあ、正直、異形の祭壇。どうかな。一応脱出率 40% 下がるっていう、本当にいらない、あれもついてるけど。まあ、あんまり使わないんじゃないかな。オーバーチャージの方が使えそうだね。というか、まあ、うん。ほんと何でも、どんなパークでも遊べるような感じになった気がする。いや、いい世界です。ということで、次回も楽しみにチャンネル登録まだの方はぜひともお願いします。